これご飯だ。はい。親切な宿です。グリーンライフ三輪車です。お世話になったヒノキの間です。共同の洗面所と共同の冷蔵庫で、浴衣はここにあって、こちらが共同のトイレですね。で、2階から1階に降りて、すき焼きの作り方。あ、おはようございます。診療所で、はいはい、あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、お世話になりました。失礼します。はい、三輪車さんを後にします。はい、6時25分です。はい、おはようございました。お渡ります。 Google ではこの橋は出てきませんでした全然近かったよ。うん、大丈夫ですよ。すいません。コミュニティバスに乗車しました。登山よくされる？あ、そうなんですよ。関西百名山登ってて。関西。はい、スメール前を出発しました。時刻は7時8分です。7時8分。はい。今日のゴールはここに戻ってくる予定です。はい、3時22分松阪駅行きのバスに乗る予定で今から出発します。迷いだけへ向かいます。はい、緊張しますね。はい、洞窟美術館ってここにあんねや。誰かので見たで。はい。はい。こう登ってきました。癒しの森が見えてます。ここで今登山届を出しました。はい、これです。はい。で、帰りはこっちから降りてくる。うん、はい。先の方まで行ってみましたが、どうやらルートが外れてそうなんで。急斜面を登って行ってみます。ナーバスになりすぎた。はい、結局は直進してそのまま突き進むとルートに入りました。1回目の迷いですちょっとね、入れてきた GPS にナーバスになりすぎてしまいました。迷いだけへようこそ。看板がないときはこのまま直進して迷っちゃう人が多かったらしいんですが、はいはい、これを右に入ることによってここ、あ、それはこれやったらまっすぐ行くわな。そら行くわ。うん、なんか行けちゃう道が多いから迷いやすい。右に入ります。はい、キュートになりました。暑くなってきたのでジャンバーを脱ぎました。これは着てられないしかしすごいな、これ。いや、うまいこと作ってやるよ、道。マーキ
キングがしてあるんで、はい、あのあこれを登っていくんだというのがよくわかります。すごい斜度です。ロープバーが出てきました。これ降りんのは厳しいわ。ああ、そうやな。行こうかどうしようか迷うから迷いだけちゃうこれ。うまい。やめとく言って。映像でこの急具合がわかるでしょうか。あそこにリュウジさんがいてあります。いや、なかなかですよ、これ、なかなか。花粉が。ルートはこう、この辺から登ってきました。こう巻いて。はい。で、この後は、ずっと、まだこの急勾配を登っていきます。すごいよ、これ。荷物が大きいからバランスをね崩さないように気をつけないとって感じです。はい、あの上の方に稜線らしきものが見えますが、一旦あそこで平和な道になるんでしょうか。微妙。1時間5分が経過しました、出発してから。はい、やっと登り切って、ここ左に曲がるんですね。はい、はい、あ、標高は660メーターになってます。あと倍以上あるやん。荷物が多い方はバランス崩さないように、うめえな、前傾姿勢で進むよ。ちょっと後ろ振り返ろうと思ったらグラッとなりますね。うわすごいな。そうなんよ。で、上に枝が張り出したりとかしてるんで、リュックが引っかからないように、気をつけてください。引っかかってグラとかが結構危ないかなって気します。そうなんですよ、3点支持必須です。素晴らしい景色見えてきました。まだまだ行きます。わー、すごすぎる。足元気をつけてる。うわー、すごい、ブラボー。すごい、めっちゃ登ってきたもんな。ほんまや。スメール、あれちゃう、ここほら、あそこ、あの緑の、うんうんうん、一気にここまで標高を上げてきました。いやー、で、見てこれ、え、まだかすごいよ、まだか。まあ、こうやって景色があるね、こっちのルートもね、楽しいわ。えらい岩出てきたで。行きますよ。そんな厳しい。足のかかる場所がそんなたくさんないから、ちょっと計算しながら右足左足かけていく必要があるなって感じ。立派なダムやね。ね、何ダムやったっけ？ハチス？ハチノス？なんかそんな。こうダムが見えてます。はい。あ、すごい素晴らしい天気。楽しいね。あ、こっちの山がちょっと上が白い。あれが高見山かな。あ、ほんまや。雪いただいてるね。うん、素晴らしいです。そう、まだあるもんね。まだまだよ。はい、ここね、
うまいこと作ってあるんですけど、これ上手に使ってここにかけて、こうかけて、ここ持って、これ取れかけなんで気をつけて、こうして結構テクニカル、なんてことなく見えるけど結構ね、考えて足置かんと登られへんで。で、この岩やね、登ってきてます。あそこね、ちょっと意外と本当テクニカルで難しかったっす。力技で登ってきてます。滑らんようにね。いや、これもうガチで結構怖かったよ。そうそう、それでトラバースしてくる。枯葉がまた相まって滑るんで気をつけてください。あ、怖っ。なあ、そうやろ、結構怖かったよな。結構怖かったわ。飯盛山や。え、森山？飯盛山や。へえ。なんと8時39分、スタートから32分ですね。不意に飯盛山にやってきました。あれ、ここなんて。あ、飯盛山北方なんや。北見ね。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。飯盛山はまだもうちょっと。あ、なるほど。そういうことやな。はい。いやー、なかなかタフやったね。ちょっとホッとしといてやね。はい、809メートル。はい、北峰を過ぎてちょっと下りが続きます。また登りやな。まるで天元と続くんですよ。すごくない？これほんまや、登り竜って感じ。おお、綺麗な道だわ。綺麗な道。ここやばい。ここ結構あの木とロープでリュックがかかる。そして足場が落ち葉で見えにくい。ここ注意。はい、木の枝とロープでリュック引っかかりやすいです。そしてこの斜面の落ち葉で滑りやすい足元が。ここなんてことないようですが、ちょっと結構注意が必要です。来ました、やりました。オイルみたいな、これ。一瞬だけやったな、平和な。これすごいね。あったかい。で、こっち。ああ、そっちか。ただここがね、意外と張り出してるから。うめえな。ちょっと、あの、考えて足をかけて。はい、これ右から行かれへんの？あ、やろうことはやれるな。あ、そっちからでもいいじゃん。こう、こう行くわ。あ、でもなんか逆に怖いか。ここが崩れてて怖いわ。マーキングをしてくださってるからこそ安心して登ってこられるね。あ、ここで合ってんねやみたいな。でないと、え、ここほんま登ってきてええんみたいな道の連続です。8時56分、スタートから1時間48分が経過しました。ちょっと急な斜面続きで小腹が空いてきたので、ここでおにぎり休憩を取りたいと思います。はい、はい、ほんまあったかいわ。うん、うまい。ちっちゃいおにぎりは便利です。でもいい加減ね、あの食べきらんとね。うん、宿で温めてもらいました。うん、はい、なかなかインパクトのあるビジュアルです。いやー、本当に黄色いテープがついているので、この道を上がるのに間違いありません。このナイスルッキングだよね、このスタート。9時27分。はい、どうもあの通り過ぎたところが飯盛山だったみたいです。はい、
飯盛山930mを通過して一旦ちょっと下ってるところです、はい、ちょっと相変わらず切り立ってるんで足元しっかり注意していきましょう、はい、ところどころにこの登山道のテープがあるんで、このテープがなかったら本当にどこでも歩けちゃうから、すごい上手につけてくれてはるからすごく助かります。テープがしばらく見られへんようになったら、お、ちょっとおかしいぞって思わなあかんってことやな。あまりにも美しい。足跡つけるのがちょっともったいないぐらい。足跡をつけるのがもったいないぐらいの美しい道です。苔と木漏れ日と、もう空気がほんと澄んでて美味しいです。どうですかね。足跡ついてます。足跡ついてました。ごめんなさいね、私のせいでね。あのこういう豊かな時間が持てるのも人生のご褒美やなっていう風に感じます。ギフトをたくさんいただいたので、また何らかの形で世の中にフィードバックしていきたいと思います。この動画を通じてこの山の素晴らしさが伝わったらまた嬉しいです。動物の足跡が、これ鹿ではないでって感じの、カモシカでしょうかね。日本カモシカとかなんかなって、ずっと続いてるんよ。日本カモシカおるらしいからな、ここ。ねえ、すっごい綺麗よね。どうこれ。おお、すごいな。なんかちょっとうちの近所にはない山の雰囲気よね。あれへんわ、こんな。ねえ、まるまる来た甲斐があるよね。素晴らしいわ。今日は10時3分です。はい。ここ帰りはここから。カラタニ林道。はい。から降りると。はいはい。で今はここほら、この象徴的な。ここから迷い時まで標準で40分。はい。ピストンですここまでね。はい。はい、で直進の形で。はい。目印さまさま。ここまで2時間半ぐらいってことか。いい、ね、7時半ぐらいだったもんね、登山口は。2時間56分が経過してます。詰めるからな、はい、登山口から2時間半ぐらいやな。ああ、そうだ、はい、今10時4分です。はい。迷いだけに近づきつつあります。うん、いや工程が素晴らしすぎてね、うん、なんか迷いだけに向かってることを忘れてた、はい、もうこの今この瞬間に没頭する。どこ行ってはったんですか。天国ですか。ちょっとちゃうとこ行ってた。昨日とはまた違ったね、景色の綺麗さよね。すごいね、うん、緑が元気だね。 あの辺りが迷いだけみたいです。雪が火に当たって綺麗ね。そうなんよ、雪の感触が昨日とは違う感触。ちょっとシャーベット状で。太陽で雪が光り輝いてます。ここは綺麗わ、眩しい。もう一瞬一瞬が宝物になる瞬間です。すっごく綺麗。一瞬一瞬が宝物だそうです。もうこの感覚に見合うぴったりの言葉が見つかると、おーそうなんや、そんな感じってなりますね。カッどんどんね景色が変わってきて、もうポストカードにでもしたらいいんちゃうかっていう景色の数々です。うまや、うん、こんな不思議な形に雪が積もってね。景色は綺麗けどキュートやね。あ、まあ、結構だんだんと近づいてきたやん。はい、最後の急登登っております、はい、間もなく山頂です。この辺かな。雪がうっすら積もってるんでね、ちょっとなかなかすごい、最後の最後にすごいシャドウなんですよこれ。無事もうちょっとや。すごいんですよ。頑張ります。はい、手ごわい山でした。あーあー、しんど。
よし。はい、3時間41分スタートから、はい、距離は 5.3 キロ、はい、迷い岳 1309.1 メーター、これが丹西百名山第56座タッチやりました。いや、迷い岳っていう名前からしてすごく怖かったんですけど、ちょっと前からね、こんな早くに来れるとはもう感謝感謝です。この道しるべもう分かりやすかったしね。え、まあ、気抜いたらあかんからね。あ、あっちの山もすごいね。あ、すごいね。ここでお昼休憩したいと思います。はい宿で無理言って作ってもらった。わあ、すごいかわいい。昔ながらの、むっちゃ美味しそうやん。むっちゃ美味しそう。でかっ。うわあ、はい、美味しそう。おにぎり作ってもらいました。これとたくあんで。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。でかっ。おいしい。絶対おいしいわそれ。ありがとうございます。三輪車さんのおにぎり弁当です。もうものすごい。うん、でかい。そして、うん、うん、なんとかき揚げも出てきました。これね、ジュンコさんこれどうしたんですかね。昨日隣の部屋の、男性、ちょっとご年配の男性が晩ご飯食べきれなかったんでしょうね。で、分けてもらったんですよ。おばちゃんがいらんかいって持ってくれてるな。そうそうそう、うん、で1個ごぼうの方は食べたんですけど、私らもうデザートのパイナップルまで食べた後で食べきれなかったんで持ってきたんです。もうエビがプリプリでね、うん、これお弁当にぴったり。美味しい、すごく、うん、はい、11時19分です。はい、下山を開始したいと思います。はい、ちょっと、気を引き締めていかないといけないこの急勾配になっております。はいはい、お世話になりました。さらば、さらば迷いだけ、はい、かなりの急勾配です。はい、下山してすぐに、急斜面を駆け下っていったんですが、下っていったんですが、ちょっとルートが違うということに気がつき、ちょっと上り返してルートを修正しております。下道を引き返すのって楽勝かと思ったんですけど、に全部が似たような斜面やから、分からん、これが迷いだけって言われる理由やとちょっとようやく気を引き締め直しました。はい、本日の迷いポイント、パート2。いやー、ほんま、どこも全部同じ景色見えるから。あんな雪なかったもんな、でも。やばかった。もうすぐ合流するわ。谷が見えてきたもんだって、左に。あ、やった、ここや、合流した。うん。やばかった。いや、同じ尾根を降りてるつもりだったんですけど、うん、見てください、このテープがずっと見えるのが正解です。はい、あのまんま、あっちの谷に降りたら、まさしくやばかったです。ほんまや。よかった。よかった。ゆうちゃん。復帰。あんなに雪なかったもんだって。そうやな。うん、いや、ほっとしました。冷静になるとだいぶ踏み跡ある。自分たちが登ってきた踏み跡。これを登ってきてしまったんだったという感じの勾配です。ちゃんと正しい道はずっとテープが見えてるんで。そうやな。はい、うん、変な道下らないように気をつけましょう。はい、はい、確かにこの辺りは、十分注意してテープを探して進んでいかないと、同じようなところばっかりなんで、迷うかもわかりません。はい、日が当たってないんで、ロコを倒そうとしても木がボロッと崩れたりとか、ちょっと下スリルを味わいました。
だいぶ急勾配やったね。やったね。やってしまったね。うん。はい、いやーちょっとスリルを味わいましたね。ここピストン終わりまして、ここから新しい道で、下山したいと思います。はい、さあ新たに気を引き締めて、はい、家はこっちから来ました。はい、スメールって書いてますね。スメール行きます。突撃お願いしますよ隊長。お任せて。ちょっと頼んない体調です。すごい ね緑と雪と、そうやね、太陽の光と、うん、緑が元気。おお、行きしなってやっぱり全然違う感じの道やね。うん、ほんとほんと。振り返るとこんな道を降りてきました。ここにこれ、ね、と来て、こっちです。木漏れ日が気持ちがいい道やね。そうやな、岩ないしな。全然ちゃうやん。はい、急なつづら折れの道が続きます。はい、ずっと下まで。うまや。はい、耳を澄ますとちょっと水の音が聞こえてくるようになりました。はい、この山は本当に神様様ですわ。あそこの先にもしてくれてくださってるんで。お、うまや。神様。えらい、デンジャラスゾーンやな。ほんまやね。どこに道があるの。おお、ここ、はい、おお、行くぞ。はい、こんな感じです。お、オッケー。一瞬ビビりますが、あれやった。こういうこと言うてる人危ないんで行きませんよ。で、ここをずっと行くと。はい、秘境感満載。これ、一の滝。ちゃうな。疑わしいです、それ疑わしい。ちょっと秘境感満載なところに出てきました。はい、やっとなんか水の流れまで降りてきて、ちょっとホッとしたところです。はい、だいぶ降りてきました。はい、だいぶ長かったね、このつづら。俺も長く感じたね。はい、あの道幅が狭かったんで、結構神経使いました。うわ、コケゾーンです。コケゾーンやな。はい、コケゾーン。あるんや。あそこです。あそこです。あ、ほんまや。あー、大丈夫？絶対こっちやった。あら、かわいそうに。はい、見事な純子さんの水中ダイブの姿をご覧になっていただきました。後で自分で見るのが楽しみ。魚がピチピチって跳ねてるような感じでバタバタしてました。気をつけていくよ。気をつけて。ボトボトらしいです。かわいそうに。はい。おお、ほんまや。うん。ちょっとね、もうちょっと降りた方が見えやすいと思うけど、滝を確認できた第一ポイントです。うん、もうだんだんだんになってるわ。
三の滝から始まんねんで、三の滝、二の滝、一の滝。あ、そう、うん、もうちょっと降りてみよう。で、4キロのとこまで戻ってきました。はい、時刻は13時8分、はい、これ二の滝ですかね。二の滝やろな。すごい綺麗よね、形がね。おなんか滝壺の透明度が普通じゃない。これ滝だらけやな。おお、危ない。赤目四十八滴なんだ。まあ、これを全部全長何メートルの滝って感じじゃん。ああ、つながってないけどとか言ってたな。わあ、すごい。わあ、ここがすごいわ。ここが一番すごいわ。この滝壺がなんか海外の水みたい。足気をつけてな。ほら、すごい色。なあ、うん、絶対深いんやけどさ、そこまで見えてるよな。すごい。秘境感満載です。見事。わあ、すごい。見事。わあ、これすごいわ。はい、これは滝見ポイントと言って間違いないんじゃないでしょうか。落差が結構あってね、迫力あるわ。へー、音がもうすごい近くに感じる。これ秋口になって紅葉したらもう一つね、見応えあるんちゃうかなと思う。滝見ポイントから矢印に沿ってきました。登るんかいと思ったら、あ、ここほら、ここから見えるわ。お前、これが一の滝やな。ああ、確かにね。お見事。ああ、もうね、緊張の連続で、はい、いや、まあ息ぽちょもしましたけど、緊張の連続でこうやって無事この林道に出てこれたことに心底安堵を感じております。はい、時刻は13時28分です。はい、もう本当に守ってくださった山の神様に手を合わせてありがとうございますと言いたいです。ありがとうございます。あと3キロね。はい、わあ、ありがとう。あそこがあれだね。行きしな通ったのはあっちの方ね。すごい魅力あふれる山でした。まあ、緊張感を途切らすことができない山でした。はい。はい、スメールゴールです。はい。はい、時刻は14時4分。はい、のんびり下ってきまして、はい、コンクリの道を、距離は 11.5 キロですね。はい、間もなく7時間になろうとしております。はい、6時間57分になりました。あ、登ってある人がおんのかな。おお、そうちゃう。うん、はい、ここがホテルスメールです。はい、日帰り入浴700円みたいなんで、はい、ここでストップ浴びて、松坂行きのバスを待ちたいと思います。はい、3時22分かな、はい、15時22分、その後は17時台が最終。はい、我々は15時22分で松坂駅に向かいたいと思います。はい、はい、お風呂から上がってさっぱりしました。はい、平日ってこともあって女風呂は私貸し切りでした。はい、そしてあれですかね。はい、さよなら、眉だけ。お、車来るよ。はい、内風呂が天然温泉で、外風呂はね、あの浄水だったみたい。おお、天然温泉気持ちよかった。ここがバス停です。はい、近鉄特急限界が止まります。シロコ、ヨカイチ、クマラ、ナゴヤ、牛乳園。